浦部平吉、昭和元年12月30日は、明治、大正期の日本の商人、映画島酒造株式会社創業者。下吉のランナーと張馬国の映画島に定住していた、浦部氏の末裔である。浦部八重門の次男として、加盟6年に生まれ、16歳より、神戸の民語夜間に学ぶ。その後、赤市の慶徳館で教鞭を取った後、映画島に戻り、 家業の酒造業から分家し、明治6年に独立開業。明治10年には24歳で県会議員に当選。映画島での酒造業の発展を期し、奈良に匹敵する酒造地域にすることを狙い、地域の個人酒造家を組織化し、株式会社とすることを計画。明治21年資本金3万円で映画島酒造株式会社を創業した。創業時に、 日本魂、明治27年に、百合正宗、明治28年に、新高などの製酒を発売した。明治30年には1900年のパリ、万国博覧会にも出品。模造品防止のため、明治32年には、業界で初めて手作りガラスによる製品工場を併設し、商品を開発、発売する。大正十二年からは、長男の浦部泰造も経営を補佐し、 平吉を支えるが、昭和元年12月30日に74歳で、没する。娘子の菅原大太郎。安田財閥の幹部仲間と長女の茂は、安田財閥幹部となった、菅原大太郎に嫁いだ。その長男、菅原太郎は1930年、東大文学部美学科卒業後ウィーンで、演劇学を学び、帰国後東大附属図書館道、を務。む。 明治大学講師を経て、教立女子大学教授。その妻、曲氏は、男爵、千下高富の書子。同じく次男、菅原久史二郎は、カメラ製造、マミヤ後期製作所の共同創業者。菅原太郎、曲氏の長男、菅原模様は化粧品製造販売、ドゥベスト創業者。菅原大太郎、人事更新録、第8版、昭和3年7月。 菅原太郎菅原太郎ことバンク日本カメラ博物館特別展マミヤカメラ店発明特風の歩みインターネットミュージアム2006年11月21日会社情報株式会社ルベストありがとうございます